パパは、お、タンベマーボーさん、可愛い女の子くれた。リータン猫、ありがとう。にゃにゃん。セーラーピロピロ、そういうことになるね。セーラーピロピロ。そやね、すごいよな。だって甲子園とか見てもみんな年下やもん。すごい。ちょっと昔はさ、年上の方が出てるっていう見えちゃったけど、いつの間にか年下になりました。制服着てる子とか見てもさ、たまに俺年上に見えるって思っちゃう時あるもん。しっかりしてそうと思って、だから制服着てるから年下かと思ってびっくりする。そうなんですけど、セーラームーンのコスまたしてほしいね。またいつかしよう。来てくれる？そしたら。かわいい。ありがとう。そんな感じ。ありがとう。ありがとう。にゃん。一二三。にゃん。ありがとう。珍しいちひさんが。お隣はちひさんです。カレンタまだ幼稚園児じゃないの。やばいやばいやばい。もう21。もう22になるんです。びっくりやんねんけど。すごい、よう覚えてますね。そうだ、もう忘れちゃった。すごい完璧ノリノリちひさんでした。歌が上手。4期生3つけろ。4期生の3 3つけんかい。レインボースター、ありがとう。最近公演中の体力が持たなくてやばいです。ごきげんよう。先生ありがとうございました。こんばんは、こんばんは。みんな元気？4期生に3つけるって言って3、ありがとう。3じゃない、数字の3つけても一緒なのよ。みんなボケてる。サマやったらちょっといじってるしな。ケンタ君から猫ありがとうございます。初見？マジニックさん初見やっけ。1万円くれた。いいなー、ちょうだい。値段言っちゃダメでしょ、カレンタン。怖っ。すっごいのが飛んできた。炭酸？私炭酸飲めないんですよ。そうなんです、面白い。ちひさんって炭酸飲めないんです。あー面白い。エナジードリンク飲もうとして。こんばんは。チカポヨさんがちひさんの顔見て崩れ落ちてました。配信してるやないかいって顔してた。現場から以上です。こんばんは。ファン氏のファン感謝で祇園ファンと行きました。ハート、祇園さん、ありがとう。祇園さんいっぱいくれた。ぐちゃんたん、ケント君、ピロピロおじちゃん、ありがとう。コーラ飲めないです、ね、今日はね、アイラインが黒いんです。なぜかというと、自分の持ってるアイラインがなくなったから。もっちゃんに仕込んでたの面白かった。あれね、もっちゃんに、私も昔先輩に仕込まされたんで、後輩に受け継いでいこうと思って。もっちゃんに乗せました。いいなぁ、彼の横に来てほしい。カレンタンは何もせんでもさ、喋ってるから。喋れない。何も喋れないです、ちひさん。ちひさん来てください。ハートいっぱいありがとう。あかりちゃんのお店良かった。お、あら、シンプルな、かわいい。もっとシンプルなのが良かったけど、ほとんど売り切れてました、ね、うん、そう思う。いっぱい、さすがですね。ちひのファンから仕事できないんですけど、これからもちひらのことに乗っていいですか。もちろんもちろんです。リップ新しいのに買いました、最近。おいくらですか。3000。お、アウグスティスさんからもハートありがとう。
3500円以内です。お、高木くんからはくまちゃんいっぱいありがとう。ありがとう、くまちゃん。あ、すごい、これ何、くまちゃんのおまんじゅうみたいなくれた、ありがとう、かわいい。前髪短いのきますね、短くなってきた、だんだん。どこのリップ、ペリペラのやつめっちゃいいよ、これ。ほら、公園後で何も塗ってないけど、そう、今日一回もリップ足してない。うん、塗る時間なくて一回も足せやんかったけど、ちょっと残ってますね。いいよこれ、最近使ってます。青みピンクが好きやね。久しぶり。おさぴよからリボンありがとう。明日からまた札幌行ってくる。え、ね、見た、マメの変身見た見た。何、札幌ってことは、札幌ってことは、ファンフェスってこと、こういうことですか。日ハムのファンフェス行くんですか。いいないいないいな、全球団のファンから行きたいないいないいな、面白い。じいさんはオリックスの優勝パレードの時に後ろの人に肘置きにされてました。ほんで、なんなんみたいな、なんなんお前みたいな、ずっと面白い。じいさん肘置きにされてて、すべては、あー、かわいそう、身長が低いから、かわいそう、あー、かわいそう本当に。 What the fuck say、 チッタ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 ラ、いいね、ああいうの可愛くていいですね。 NMB でもロッテのファンからなんか紅白戦みたいなしてましたね、佐々木朗希が。ちょうどいい高さだったんですね多分そう、ちょうどそこにジヒさんがいたから。ジヒを非常勤にできるなんて嫌やろ嫌ですよ。いやでもファンの方からしたら羨ましいこと。いや、非常勤にされたらすごい嫌いになるわそりゃそう好きになる人あんまりいないですね。非常勤されたら好きみたいな、めちゃめちゃド M 感なんか意外とちひさんそうかもしれない。どうだろうね、みんな。ダメマーバさん、猫ありがとう。最高級の肘置きですって。ふうふう。レインボースターありがとう。タヌキダンス可愛いよな。お母さんありがとうございます。見てる、ちゃんと見てるで。ファンシング使うの、そう、皆さん23日からちょっと皆さんは買わなくていいんです、あの競争率が高くなるからあのファンシングの人でも福袋が争ってる。Tショップで販売開始なんです。ただファン館の日に3000円の福袋が多分あのなんていうんですか、ゴールデン非常期笑った、販売にはいいんですけど、面白い。お腹空いたの？私はまた1万5千円ぐらいの福袋を買っちゃおうかなと思ってます。へー、太っ腹、腹だけに怖っ怖ってった福袋買いたい、ファン感の日は。いいなー、そんなんあるんですか。あるよ、阪神はな。いいなー、オリックスは知らんけど。オリックスないです。でもグッズ出ます。グッズ買うの、ちょっと狙ってます。明日もしかしたら先端が分かんないですよ、それは欲しくてずっと狙ってるんです。どんな感じの柄とか出てるのね。そうなんです。どんなん、ベルちゃん可愛くて。ベルちゃん、はい、ベルちゃん、ベルちゃん、ドラッキーの方が可愛いけどねはい、何も言えないですでも確かに可愛い、みんな可愛いキャラクターな。なんか愛くるしいよな。うん、で入りきます、ありがとう。12月3日123円なんです。あちゃんねー、あ、死んだめっちゃ揺れてるこれの原因はシオンですシオンが画面揺れた方ごめんなさい。シオンが今日も怒られてバタンキューしてます。怒られてますか。え、怒られてへん怒られてました。怒られてへんよ。怒られてません、今さん。怒られてません。愛の注意。そうだよ。愛の注意。そうだよ。愛の注意だよ。そ
そうだよ、シオン怒る人なんておらんよ、シオンに怒る人はおらん。だから私らが怒んねんな。はい、そんなことないです。怖くない？まだ怖いっていうか怒られたことないんですよ。みんなに、え、ありますか？ありました。ありました。はい、そこまで怒らせるまでのゴミみたいなことをしたことはないと思います。ないよ。懐かしい。何が何が。あ、私いつもゴミって言ってましたよね。懐かしいな。嘘。そうです。本当反省会で言われまくりじゃないですか、研究するとか、その時に終わって、私本当ゴミですねって自分で言ってて、そんなことないのに。ちーさんがめっちゃ先輩じゃないですか、うんうんうん、終わってちーさん当てたら、うん、なんかめっちゃなんか先輩だから私ゴミなんですって言ってたんですよ。それぎーって言ってな。懐かしい。懐かしい。そう、韓国語でスレギなんですよ。ゴミがスレギ、ゴミがスレギ、ちーろさんがスレギって言ってて、私スレギです。そういじっててね。なんか嬉しかった。M だから。へえ、ね、M は仲良かってんな。だからもういつもなんか、いやスレギって言ってくれたの。どうだ、めっちゃ悪口。おいゴミって言ってくれた。やばいやん。うっそ、それからたち多分聞こえてなかったわ。なんか普通の言葉で喋ってると思ってた。いやスレギ、そんな悪口が飛び交ってるとは。悪口ちゃうよ、なんかまあまあまあ、まあ、愛のある悪口。自分がゴミって言ってるから、それはどうしようもない。今はドーナツやもんな。今はなんでドーナツですか。ドーナツ言ってるやん、自分で。そうだ、言ってません。そうや、ドーナツの社長になるんやろ。ほら、そうです。早くイチゴの大福出てきてほしい。早く、でも焼肉も行かな。え、行くんですか、うん、まだ決めてない。決めてないです。あの割り勘。チオンは？はおごる。いやーなんで？顔かみ。ねえ。ちょっといっぱい来てますよ。おい四期生。金持ちやん、彼の。どんな響き。知らんかった知らんかった知らんかった。そんな初知りカレン。違うよ。めっちゃお嬢様っぽいよな。系ですよ、うん。雰囲気だけやで。なんか同期にもその敬語つけてるし、ケットさんって言うし。同期じゃないもん。同期じゃない。後輩。あ、違う、先輩先輩。でも未来さんって言うじゃないですか、うんうんうん、あ、先輩だ。そう、ゆいなさんって言ってないですか。そう、言わん。ゆいなはゆいな。せやで、せやで。エムは楽しいですか。一番期待してるところ。でもちーろさんとはユニバを行く予定が早い。何ですかそれ。ちーさんユニバ行く予定してたっけ。いや、ないですけど。ないんかい。なんかちーさんがユニバを行ったらいいことが、ちーろさんと行ったらいいことがあるって言われて、うん、そうなの。ないよ。え、ついていこう。その時に私は年パスを買いたいと思うんです。あ、ほんまやな。そうか、持ってないんかまだ。はい、そっか、いいじゃん。でも年パスライトが1万8000円ぐらいだったので、うんうんうん、1ヶ月で1万ぐらい、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。1ヶ月で1000円を貯めて18ヶ月で貯金して、18ヶ月後に買うので、18ヶ月後に一緒に行きましょう。18、1年すげえ。やばーやばー。ほんまやん。買いもん。うん、そうやんな、そうやんな。帰りたい。ほんで、M は好きですか。好き焼きです。いや、恥ずかしがってる時のあれや。まあ、ツンデレなのは仲がいいらしいから。大好き。はーい。大好き。ほろ。はい、以上しおみんでした。気づけば時間が過ぎてる。ありがとう、みんな来てくれて。かわいいね。あ、前だ。よかったね。捕まえだ。捕まえだ。捕まえだ。靴着た、さっき。もう一回、もう一回。やだ。一回。2000円頑張ったら給付月になるって。2000円に頑張って。そうですよね。2000円するか。3000円にしよう。3000円するか。待ってください。うん、私が。たまったら言ってね。年パスを買う、買ってユニバー行く。おー、いいじゃん。
みんなで行こうよ。それやったら毎回行けるんですよ、うん、おううんそうやんな、うん、M で行こう、うん、M で行きたいんですけどいつ行ってくれるんですか。いつも口だけやん。じゃあシオンがパスカムできやんよ。そうだったら早く、うん、早くシオン捕まえた。またやって。あおろありがとう。チームエンマ愉快だ。愉快です。消えないで。この前リバ行ったってさ、はい、楽しいより疲れたが先行してやってきて、はい、ああ年齢感じた。そりゃそりゃ、楽しいのにね、うん、楽しい。捕まえた、ね、お隣は前田のレイコさんです。スルギン、え、私が違う。やだよ。お、くれてる、ありがとう。あ、健太くんやん。たま、ありがとう。ありがとう。今日は、うん、収録ありがとう。この前、京都行ったで。昼にしたから。また写真載せます。15分経ってましたっけ。ほんまや。はい、終わります、ね、私は、そう、突拍子もなく終わるから。ありがとう。なんでランキング読みますね。どうやって閉めてるやつ。第13位、猫。してください。ありがとう。第12位、アウグストスさん。ありがとう。第11位はミブロさん。ありがとう。第12位、AM1028 さん。ありがとう。第9位、アミリちゃん。ありがとう。アガード。ね、第8位は、トモリン。アガード。もう彼言わなくても済むやん。第7位 FFF さん、ありがとう。ありがとう。寂しくないよ、私一人で食べに行くのとか好きやん。第6位、お尻ピロピロおじちゃん、ありがとう。全然寂しくないね。第5位、マナブアット食べマブさん、ありがとう。第4位、福ちゃんと、ありがとう。ありがとう。もっと行きましょう。第3位、ひでまるたん、ありがとう。飲めたる、どうしよう。第2位、おさぴよ、銀メダル、どうしよう。第1位は、けんたくん、金メダル、どうしよう。たまもありがとう。あんま嫌いじゃないんですけど。そして今日公演来てくださった皆さんも、公演見守っててくださった皆さんもありがとうございます。終わりたいと思います。で、今日はこれね、れいこさんがごちそうしてくださいました。カニオさん、ジェフさん、同い年です。ゼロさん、ヨーガさん、同い年のれいこさんがごちそうしてくださいました。お宅の、お宅の推しはどうなってるんですか。教育がカツアゲされたんですけど。してないよ。カツアゲされたんですけど。してへん。ありがとうございました。ギフトもたくさんありがとうございました。してないよ、みんな優しい愛で、シャンヌシで買ってくださいました。前田の玲子さん、ありがとうございます。みんな謝ってる。みんな優しい。ほんまや。じゃあカレンが何してもみんなが謝ってくれるというか、みんな謝ってくれてる。ありおもろい。みんな謝ってくれてる。ごめんね。おもろいやん。仲いい、仲いいカップみたいな。優しい、まだ高校の人に囲まれてる。じゃあみんな今日も来てくれてありがとうございました。またね。まだ謝ってくれてる。そんぐらい罪は重いってことや。もうよくわかりました。またね、ありがとう。ありがとう。またね。